取締法違反の罪に問われた俳優永山絢斗被告34の判決公判が1日午後に行われ、東京地裁は懲役6月、執行猶予3年を言い渡した求刑懲役6月。寺尾良裁判官は判決理由で前回公判、先月28日で明かされた10代からの大麻歴に触れ、周囲の者から注意されたりして、大麻をやめる機会があったにもかかわらず、使用を継続して、自宅において大麻を所持するという本件犯行に至ったと指摘。被告人には大麻に対する依存性や常習性が認められ、犯行に及んだ意思決定は強く非難されるべきであるとした。ただ、永山被告には、前科前歴がないこと、大麻の関係者との連絡を絶つなどして、更生を図ろうとしていること、母親と所属事務所代表が更生を支援する、旨の上申書を出していることなどを、上場理由に挙げた。後部座席が徹底ガードされた、永山絢斗被告を乗せたと見られる車すべての写真を、見る、2枚判決を言い渡した後、寺尾裁判官は、あなたのことを応援して、復帰を望んで待っている人たちがいるのですから、その人たちの期待を裏切らないように、大麻との関係を断ち切って、しっかりと立ち直ってほしいと思いますと優しい言葉をかけた。永山被告は、保釈時や前回公判と同時、黒っぽいスーツにネクタイ姿。白マスクもずっとつけたままだった。証言台に立ち、手を前で組んで判決を聞いている間は微動だにせず。裁判は5分ほどで終了した。永山被告が法廷内で表情を変える場面はなく、ずっと神妙な面持ちだった。ただ、前回公判同様、入廷と退廷、時には裁判官に向かい一礼。前回は、一般傍聴人が入廷した時にはすでに、担当弁護人2人と共に着席していたが、この日は、開廷時間を過ぎてから入廷した。黒い車で地裁入りしたのは、前回と同様に開廷の約30分前。永山被告が乗る後部座席は前にも横の窓にもカーテンが引かれて徹底ガードされた。永山被告は公式 SNS などを行っておらず、所属事務所も今時珍しく公式ウェブサイトを持たないため、ファンが近況を知るすべはない。